どうも広島出張ガイの桑本光義です。はい、3時間の生放送、今日もあっという間でね、ご紹介できなかった方もいるんですけども、今日あの話の弾みで、インスタントラーメンの話になりまして、懐かしい商品名も、いくつか出てきました。今ここで言いませんもし知りたい方は、ラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内ですと聞けますので、ぜひお聞きいただきたい。で、そのインスタントラーメンの作り方として一つ変化球を申し上げますと、まあ普通お水を入れて沸騰させてね、そこに麺を入れてなんですけども、その沸騰させる、水をですね、半分ぐらいをトマトジュースにして、あの例えば無塩のやつです、あの缶なら1本で、あと水を入れて大体量を増して 500cc な 500cc にしてやると、あら不思議、イタリアンな感じのねインスタント麺になりますよ。はい、お好みでやってみてください。ではまた。